どうも、おしがすぐしの日本人アニメリアクターはサモンです。よろしくお願いします。今年の目標はチャンネル登録者数年々5000人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは引きこもり吸血鬼の悶々第3話、引きこもり吸血鬼の闇です。あら、まあ大変なんでないの。なんかね、次回予告はなんかあんまりよろしくない感じだったし、前回のね、ケツの方で、あいつが出てきて、おやおやってなったけどね。オープニングがめちゃくちゃ良かった。オープニングはすごい好きだった。オープニングが本編にならないようにしたいんだけど、どうだろうかな、大丈夫かな。まあ、早速見ていきます。もしこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。よし、こう。はい、それでは。アベマ TV で再生していきます。3、2、1、スタート。やっぱ学校で一緒だったよな。知っとるよな。外すんだ。思い出した。借りを返す。逆だと思うんだけどな。なんかされたから、小回りがなんかするんだったらわかるんだけど。借りを返す。なんだろう。借りを返す。まあでもなんかそのいじめがあって、で学校を辞めたとかそういうあれなのかな、まあ何らかの処罰があって、それで結局困りが悪いっていうあれなのかな。お、今回のオープニングもあれだ。困りたいだ。マジで好き。ようこれ考えたよな、このオープニング。天才なんだよな。
本編開始。第3話、引きこもり吸血鬼の闇。ああ。なんやそれ、怖っ。逆さ好き、傷つけやがった。1週間後、そこで張り合う。そこ。
ベンジョミシアン。ヤクザやん。髪の毛？いや。どっからやってきた？お前なんで来た？あいつじゃね？最悪。ケチャップの代わりに血とか最悪なんだけど。あいつなんじゃね？あの糸目じゃね？こいつ。違う？助けに来っかな。
あの糸目来るんじゃねえ、やばくねえか。そしたら、いや、せめて違うでやってくれよ。早く糸目。糸目、早く来てくれ。読んでない。気持ちが書いてある手紙。3年前学校やんけやわい。それで正義感ね。そうなるよな。よかった。違うよな。違うな。よかったな。
なんで？なんで？は？相当やべえやん。終わっちゃった。やばないか。よくないじゃん。ミリセント相当やばない。そしたら、コマリは、なんか、実は本当に強いみたいなあれがあるんかな。でも、それにしてもなんだよな。あんまひどすぎるって。マジか。いやー、ひどいって。ここを求める。ミリスのとこやばいっていうのしかない。なんか、糸目ってやっぱ怪しいよな。なんかやっぱ糸目が怪しい気がすんだよな。どうかな。なんか怪しい。糸目が。あいつだって転生人使えるんだろう。みんな使えるかもしれんけど。今のところその転生人のあの描写がっつり出たなって糸目じゃん。怪しくない？どうなんだろう。全然見当違いのこと言ってるかもしんないけど。ミジセントがやべえしかない、今。ちょっと、わーお。大変だ。助かるといいな。どうなるかな。終わり。
もしこの動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。Twitter もやっておりますので、Twitter のフォローお待ちしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、引きこもり吸血鬼の悶々第3話、引きこもり吸血鬼の闇でした。ああ、違う、ん？合ってんのか。でした。ありがとうございました。7人。